こんにちは、あきです。今日はじゃん、以前紹介したココイストさんのリキッドミラーになんと新色が出ましたなのでこの新しい3色のレビューをしたいと思います。私なりのちょっとしたコツや、このリキッドミラーが剥がれてこないコーティングのポイントもお話ししたいと思います。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、早速可愛いです新しい色はコパーとオレンジとパープルです。もうね、めちゃくちゃ可愛いです。で、この安定の鏡面感、ピッカピカです。さらに全色揃うと圧巻のピカピカ祭りです夏に向けてフットネイルを全色使ってピカピカにしてもめちゃくちゃ可愛いと思います。他の6色は別の動画で詳しく解説しているので、まだ見てない方はぜひそちらもチェックしてみてください。そんなこんなで早速やっていきたいと思います。リキッドミラーを塗る前にウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを一度塗っておきます。一番最初に07番コパークロム、こんな感じです。今回も最初に黒のベースに一度試してみます。カラーは E148 ブラックゲストブラックです。この色めちゃくちゃ塗りやすいです。リキッドミラーはよーく振ってから使います。コパークロムはラメだとこんな色になります。かわいい。そしたらスポンジでこのリキッドの水分を軽く吸っちゃいます。水分が多いままこするとちょっとムラになりやすいような気がします。そしてこするのはなんかゴシゴシとかくるくるとかそうやってやるよりは軽く優しく叩くような感じでやると密にミラーがつくような気がします。叩き塗りをすると結構白っぽくなるのでムラになってるように見えるんですが、ミラー自体は1回でちゃんと密に綺麗に塗れてます。じゃあ1回でいいじゃないかって思うんですけど、ピカピカに磨き上げるにはメガネクロスで拭き上げるのが絶対必要なんですね。で、ミラーを1回しか塗ってないとメガネクロスで拭いた時にミラーが剥がれちゃうことがあるので、念のため2回やった方が良かったです。たくさん叩き塗るとかなり白くなるので、2回目は軽めに表面をさーっと撫でるような感じでやるとさっきより白くなくなります。そしたらメガネクロスにお水を吹きかけて、しっかり水で濡れている方が拭き取りやすいので水を吹きかけた面を外側にしてミラーの表面をきれいにします。最初は軽く押し当てて白いところを湿らせて、その後優しく磨きます。正確にはこの白いのをこすり落とすっていう感じです。こうやって少しずつ綺麗になっていく感じがめちゃくちゃ快感です拭いてるとメガネクロスにこの白い汚れがどんどんついていくので、途中でメガネクロスの面を変えて綺麗な面でまた拭き直すとさらに綺麗にできます。こんな感じでピッカーンとピカピカになりました。綺麗ですね。では恒例のあれをやらせていただきたいと思います。トゥールーちょっと久々の気合が入りすぎちゃって、少し気泡が入ってしまいましたが、今回もトゥルトゥルです。全体仕上げてこんな感じになりました。この色やっぱり可愛いですね。そしたら今度は私の爪に直接やっていきたいと思います。人差し指はクリアベースで、中指はシースルーのブラウンベースで、このブラウンは E240S マーロンブラウングラス。以前レビューしたリキッドミラー6色と比較しやすいように、その時と同じベースでやります。一度目はたっぷりめにのせます。そしたらスポンジに染み込ませて優しく叩き塗りしていきます。おお、あ、
かすごいしっかり色がつきますね。これはまた綺麗なオーロラですね。スポンジでこするときは指につくのを恐れず、大胆に根元もサイドもしっかり塗り込むことが綺麗に仕上げるコツになります。指についたミラーは綺麗に落とせるので気にせずやっちゃいましょう。全体に綺麗に塗れました。今回は一度塗りでメガネクロスで磨いたパターンもやってみたいと思います。オーロラなので見えづらいんですが、やっぱり少しミラーが剥げちゃいました。同じようにシースルーブラウンもやってみます。スポンジで少し押さえて軽く叩いていきます。おー、なんかシャンパンゴールドみたいな素敵な色ですね。しっかり全体につきました。そしたらこっちもちょっと一度塗りでメガネクロスやってみたいと思います。あ、ちょっとなんか強くやりすぎちゃったかもですが、やっぱり剥げちゃいましたちょっとこうなんか穴が開いたというか、ザラザラというか剥げちゃったっていう感じですじゃあ2度塗り目やっていきます。先ほどチップに塗った時は説明を省いちゃったんですけど、私なりに何度も塗り方を研究してみたところ、2度塗り目はリキッドミラーをスポンジにのせて塗っていく方法でやるのがおすすめです。1度目綺麗にしたミラーをリキッドのハケで引っかいちゃったりする恐れもあるので、2度塗り目はスポンジにリキッドをのせる方が安全だと思います。さっき剥げちゃったところも綺麗になりました。シースルーブラウンベースも2度塗り目やっていきます。本当に綺麗な色ですね、しみじみはい、綺麗に塗れました。ここから磨き上げていきたいと思います。しっかり水で濡らして優しく白い部分を落としていきます。ピーカーンめちゃくちゃピカピカになりました。綺麗ですね。じゃあこっちも磨いていきます。私はこの磨いてる時がね、一番楽しいです。なんか綺麗になれ綺麗になれって思って磨いてますいいですね。2回塗ってこんなにピカピカになりました。そしたらトップを塗っていきます。ちょんちょんチュールーン、いいですじゃ中指もいきます。ちょんちょんチュールーン、おーチュルンチュルンですねトップを硬化して仕上げました。クリアベースはちょっと白っぽくってパールみたいな感じですごい可愛いです。でシースルーのブラウンベースはお品のいいシャンパンゴールドみたいな感じです。なんといってもやっぱり黒ベースのこのコパーの色、本当になんかすごく絶妙なめっちゃいい色ですちょっと語彙力がなさすぎてあれなんですけど、私ねこの色めちゃくちゃ好きです。07番コパークロムでした。次に08番オレンジクロム、こんな感じです。オレンジクロムは塗るとこんな感じのブラッドオレンジみたいな色のラメになります。これをこするとやっぱりちょっと赤寄りのピッカピカのオレンジになります。これもまためちゃくちゃ可愛い色です。ここからは塗った状態で紹介していきます。まず一度塗りでメガネクロスで拭いてない状態です。結構どちらも1回でしっかりミラーがつきます。1回目のミラーをメガネクロスで拭いてみました。ちょっと根元少し傷ついちゃったんですけど、コパーよりはそんなに剥げることなく綺麗にできました。次にミラー2回目でメガネクロスで綺麗にした状態です。やっぱりピカピカ感がすごく安定します。根元の傷も綺麗に消えました。中指が結構透け感があってめちゃくちゃ可愛いです。こちらもトップを塗っていきます。ちゃんちゃんチュールーン、おーこっちもチュールーン、チュルチュルテンって感
感じです。何それ。とにかく美しいです。クリアベースはちゃんとオレンジが入ってるってわかるオーロラになります。なんか中指はビルにこう夕日が当たってるような、なんかそんな素敵な色です。ロマンチック。なんかねめちゃくちゃ綺麗です。黒ベースも言うまでもなく可愛い赤オレンジなんですけど、この色は見る角度によってちょっとゴールドに見えたりもするので、なんかねちょっと洒落た色です。08番オレンジクロムでした。最後に09番パープルクロムです。こんな感じです。これを塗るとこんな可愛いパープルのラメになります。ちょっとだけゴールドも入ってます。これを磨くとこんなにピカピカのパープルです。ミラーの方にもちょっとゴールドいますよね。こちらがパープル1回目で、まだメガネ拭きで拭いてない状態です。表面が白っぽいのでムラに見えるんですけど、ミラーは綺麗に塗れました。メガネ拭きで拭くとこうなります。やっぱりちょっとハゲちゃったかなっていう感じがしますので、2回目塗ってメガネ拭きで拭いていきます。やっぱり2度目はすごく安定しますね。最後のトップいきたいと思います。トゥルー、最高です。こちらもトゥルー、はあ、今回も無事にトゥルンが終わりました。クリアベースはオーロラっていうよりは透け感が結構あって、クリアベールっていうイメージです。シースルーブラウンベースはちゃんとベースの色が出つつほんのり紫になるっていう感じなので、すごく可愛いです。黒ベースはブルー寄りのパープルなんですけど、見る角度によって黄緑っぽいゴールドが入ってくるので、これもめちゃくちゃ洒落てます。09番パープルクロムでした。そして最後にこのミラーが剥がれてこないコツを少し紹介したいと思います。一つ目はミラーをこすると先端から裏にかけてミラーが溜まってます。これは粉が溜まっているのと同じような感じなので、これがついたままジェルをかぶせると浮きの原因になります。なので綿棒とかにエタノールをつけてしっかり拭き取ります。ミラーが剥がれたように見えないギリギリの先端ラインまでしっかり攻めて拭き取りましょう。両サイドもしっかり。で、これは私の予想ですが、やはりジェルではないものをジェルの間に挟んでいるので、密着させるという意味で、ベースジェルで先端までしっかりコーティングした後、トップコートを塗ると安全だと思います。先端が剥がれやすいという意見をいくつかいただいたので、参考になりますと幸いです。最後に私のおめかしした右手を紹介させてください。こちらは春の新商品で出たココイストさんのシアエッグシェルシリーズの E297S ブルーシアエッグシェル。私ブルー系はあんまりつけることなかったんですけど、これねつけたらめっちゃ可愛かったんです。このくすみ具合がすごい肌に馴染んでて、あ、ブルーって可愛いんだって思っちゃいました。これからの季節、梅雨でも夏でも可愛いカラーだと思うので、ぜひ試してみてください。ちなみにリキッドミラーってラメの状態もすっごく可愛いんですよ。今回はラメバージョンも撮ってみました。これを見てもらいながら今回は終わりにします。今日の動画いかがだったでしょうか。今日使用したココイストさんの商品は全て概要欄にリンクを貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。今日の動画良かったよと思ってくださったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。次回はまたリキッドミラーの新色を使ったアートを紹介しますので、こちらもぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。それではまたね。